エルフ。エルフ、単数、型タは、JRR トールキンの、コビットの冒険、指輪物語、シルマリルの物語に登場する種族。中津国に住む、自由の民の一つ。空園里、イルーバタールの長子、最初に生まれた者たち、エルダール、などと呼ばれる。彼らは、バラールに手を加えられることなく、イルーバタール自身によって創造されたイルーバタールの、 コラのうち、クイビエネンの湖のほとりで先に目覚めた者たちでった。中津国には、まだ彼らの他に話す者はなく、自らを彼らの言葉で空演で、話す者と名付けた。彼らを偶然見出した、オロメは彼らをエルダール、星のミント4。彼らは星の光の下に目覚めたからである。オロメはバラールにエルフの目覚めを伝えた。バラールの多くは、 エルフと親しみたいと願い、すべてのエルフをアマンの地に招くことにした。しかしエルフははじめバラールを恐れ、招きに応じなかった。そこで、オロメは、イングウェ、フィンウェ、エルウェの三人を施設として選び、バリノールへと送った。かの地で、バラールと二本の木の光を見た彼らは、クイビエーネンに戻ると、同胞たちに、西方への移住を進めた。あ西方への旅の途中。 エルフたちの間には多くの分裂が生じた。三人の施設の勧めを聞いた後も、まだ見ぬ、バリノールよりも中津国の星の光と大地を好ましく思い、旅立たない者もいた。彼らは旅立つ者たちから気の向かない者、アバリ、と呼ばれた。彼らの多くはテレリであり、一部はノルドールであったが、ただアバリと呼ばれた。第一期に、 ヒルドーリエンで目覚めた最初の人類たちの友人となり、教師となった。エルダールに比べれば文化や能力で劣る彼らも覚醒したばかりの人間よりはずっと優れていたからある。第四期の初め、エルダールが海を渡った後も多くのアバりが中津国に,にいた。なお、シルマリルの物語や指輪物語にはアバりは登場しない。西方へと旅立ったエルフは、 エルダールとして知られる。これは、ロメが、エルフ全体につけた呼び名だが、エルフたちはこれに、あばりを含まなかった。エルダールには三部族がある。イングウェに引きられた、バンヤール、フィンウェに引きられたノルドール、エルウェとオルウェに引きられたテレリ、リンダールである。神々のスマウアマンにたどり着き、二本の木の光を見た、者たちである、バンヤール、ノルドール、ファルマリは、 しばしば、のエルフ。はい、エルブスとも呼ばれる。西方への旅の第一人、全エルフの上級王であるイングウェに率いられた民は、バンヤールと呼ばれた。金髪を持ち、言葉と鹿を愛するエルフで、マンウェイとバルダは彼らを最も愛した。西方への旅を終え、その全員がアマンの地に住んだ。怒りの戦いへの出陣を除けば、二度と中津国に戻ることはなかった。 西方への旅の第二陣、フィンウェに率いられた民は、ノルドールと呼ばれた。黒髪を持ち、手技と知識を愛するエルフで、アウレと親しんだ。あばりとなった者を除けば、その全員がアマンの地にたどり着いた。その知識への渇望のためメルコールに悪意を吹き込まれ、自ら作った宝への愛のためモルゴスの挑発に乗せられ、多くがモルゴスを追って中津国へと戻り、 多くの君主と悲しみを生んだ。西方への旅の大三人、エルウェとその弟、オルウェに率いられた民は、先行するエルダールによってテレリ、最後に来る者と呼ばれた。彼らは全員がバリノールに移る気持ちになっていたわけではなく、その歩みは遅かったからである。しかし彼らが自身につけた名前はリンダール、歌い手であった。テレリの数は多く、 二人の王をいただいた。銀髪を持ち、水を愛するエルフで、そのため彼らの歩みは遅く、ついにアマンの地を踏まない者も,もいた。テレリには多くの分裂が生じた。いかにその種類を挙げる。二本の木の光を見たエルフたち、バンヤール、ノルドール、ファルマリは、自らを、カラクウェンディ、光のエルフと呼んだ。カラクウェンディは、ついにアマンの地を踏まなかったテレリたちを、 ウーマンヤール、アマンにすまぬものと呼んだ。また二本の木の光を見なかった、ウーマンヤールと、アバリを、モリクーエンディ、暗闇のエルフと呼んだ。カラクウエンディとモリクーエンディの間には、文化や力量において、大きな差があった。しかしシンガールの中で、エルウェ、シンゴルだけは二本の木の光を直接仰いでいるので、彼一人は、カラクウエンディに属する。また、 彼を王お々おおと仰いだシンダールの民もカラクエンディに遜色ないまでに発展を遂げたという。エルフは人間と似ているが人間ではない種族である。エルフと人間との決定的な差はその寿命に現れる。人間に寿命があるのに対し、エルフには基本的に寿命がない。彼らは成長した後において死ぬことがないのである。 彼らは一旦生まれると世界の終末まで存在し続ける。エルフは人間と比して多くの長所を持つ。イルーバタールによって、アルダにおける最初で最善のものとして作られたからである。それゆえ彼らは、長上族と呼ばれ、病を得ることも老いることもせず、肉体を著しく傷つけられなければ死なない。背は高く、肉体は強靭であり、疲れを知らない。 しなやかに歩き、足跡も残さず、音も立てない。感覚は鋭く、遠くを見、多くを聞く。聡明であり、善良である。その外面も美しく、また美しいものを多く見出し、多く作り出した。エルフは、男も女も美しい。また、髭が生えないことも多い。エルフには、寿命がないが、死ぬこともある。死の原因は二つ。 肉体の損壊と生きることへの倦怠である。もはや生きることを望まないエルフの魂は肉体を抜け出してマンドスの館に行こうことができる。肉体を傷つけられて死んだ者の魂もマンドスの館に行こう。本来エルフとはヨーロッパの伝承における妖精、小妖精を指す言葉であったが、トールキンは寿命を持たず神秘に通じ、 心身ともに極めて優れた人間として創造した種族にこの名を与えた。これは彼が研究した中期英文学作中でエルフがトールキンの考えるところの第二の世界からやってきた。背格好は人間と同じだが何か魅力的で幻惑されそうな異なる世界の者を指して用いられていたことも影響している。 このトールキン型のエルフのイメージは、以後のファンタジー作品において、様々な編集を伴って、模倣されていくことになる。模倣の対象はエルフにとどまらない。エルフと共に、ドワーフ、ホビット、オークなども異種族として、広く受け入れられている。近年では独自の種族が作られることもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。